こんにちは。お疲れ様です。いつもありがとうございます。お待たせいたしました。これより開催させていただきます。お願いします。ください。いや、あおら、あおらですか。イニエスタ選手の声。結婚式をマイスタで挙げたっていうのを聞いたんですけど。あ、そうです。4年前に。ヴィッセルの選手誰が一番好き？ヴィッセル。やったね。結婚したいです。俺と？そう。何年待ったらいいのかな。15年ぐらいか。その時まで俺のこと思ってるのかな。サッカーどうやったら上手になりますか。うん、俺も失敗しんねんけどね。キックキック頑張って。好きな人のプレーをないっぱい見るとか。おお。じゃあ西選手のプレーいっぱい見ないといけない。もっと頑張るわ。あのユニフォームを送りますわ。6月18日が誕生日ということでね、西選手からユニフォームのプレゼントをしていただけることになりました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、大好きだよ。はい、俺もだよ。ありがとうございました。ありがとうございました。またバイバイ。バイバイ。これより開催させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。大変な時期に神戸のために働いてくださって本当にありがとうございます。いえ、とんでもないです。ありがとうございます。おかげさまで僕たちはようやく練習できることができました。これからもまた大変だと思いますけど、まあ、僕たちも何かできることがあれば協力しますし、また一緒にその神戸に笑顔を届けられるように一緒に頑張りましょう。はい、ありがとうございます。あと誕生日っていうことを聞いてるんで、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。リフティングが上手になる方法は何ですか？ちなみに今何回ぐらい？49回ぐらい。次の目標が多分50回とか100回になると思うけど、僕の中でやっぱ一番大事なのは諦めずにボールを追いかける。それはサッカーにもつながると思うから、あとはもうそれをやり続けること。もう練習しかない。諦めたくなる気持ちも分かるし、焦っちゃう気持ちも分かるけど、諦めずにずっとやってたら絶対上手くなる。ピアノはどうやったら上手くなるんですか？もしかして僕の見てくれてた？うん、お絵かきも。あれ実はめちゃくちゃ練習してます。おー、そうなんや。絵もセンスないし、ピアノとかそういうセンスないから、あれをみんなに見てもらうために1ヶ月以上は練習してた。おー、すごい。まあそれもサッカーにも通じるかもしれないけど、やっぱり継続して練習するってことが大事だと思います。で最後にユニフォームのプレゼント。はい、もう圭次郎選手がいいのであれば喜んでクラブから送らせていただきますので。サインもいただけるんですか？サインも書きます。ありがとうございます。まあでもあの13番しかあげれないんで。いや、もちろんもちろん。何番がいいの？13番がいいのね。13番でいい？13番がいい。13番しかない。ありがとうございました。お忙しいところ、また再会楽しみにしてます。はい、応援してます。頑張ってください。コロナに感染して入院した際は皆さんの看護のおかげで、非常に快適に入院生活を過ごせました。退院できたことをすごく嬉しく思っていて、本当に皆さんのお力あったと思いますし、いろいろ大変な思いをされていると思いますが、その分幸せに気持ちで出てきてくれている人たちも多いと思うので、まだまだ大変なことあると思いますけど、本当に、僕自身も心から応援してますので頑張ってください。入院の時は本当にありがとうございます。で少しお聞きしたんですけれども、さんがご結婚されたということでおめでとうございます。クラブから
僕からと、少し、ご結婚祝いじゃないですけども、ユニフォームのプレゼントをしたいと思っているので、サインを書いてお送りしますので、末永くお幸せに。おめでとうございます。ありがとうございます。サインされた後、グラウンドに立たれた時の気持ちを教えてください。そうですね、本当に選手生活やっていて、これほど長い期間ピッチの上、に立って、サッカーをしなかったということがなかったので、サッカーができる喜びっていうのを心から感じましたし、芝生の匂いというか芝生の感触というか当たり前に感じられているというものが、非常に当たり前に思いすぎていた自分がいたのかなと思ったので、いろんな人の支えもあって自分がこうやってサッカーできてるんだなっていうのを改めて噛み締められた一瞬でした。今まで対戦した日本人の選手で、この人マジでヤバかったなっていう人と誰かいますか？日本人以外の選手がヤバすぎて、あんまり日本人がヤバいって思わないっていうのがあります。いやでも香川君がドルトムントにいたシーズンの日本人最多得点記録を出した時の試合が僕との試合で、その時はやっぱり優勝もしましたし、やっぱ香川君がドルトムントを引っ張ってプレーしてるっていうのはすごくプレーしていて感じてたんで、やっぱりこのレベルでチームを引っ張ってサッカーしてるっていうのが日本人っていうのはすごいなって改めてその時思ったので、香川君が一番すごかったかなと思います。ちょっと夜勤明けの看護師と、ありがとうございます。ほとんどの試合見に来てくれてるって言った方ですよね。そう、早く観客が入って前みたいに皆さんの前でプレーできるのを楽しみにしてるので、僕らも感染予防をしっかりして少しでも早くその観客が入るように努力しますんで、またスタジアムに来て応援してください。よろしくお願いします。本当にこうやって今サッカーできるありがたみっていうのを感じています。本当に心から、苦しかった入院生活を、楽しく快適に過ごせたのは本当に医療関係者なので、皆様のおかげがあってだというふうに思います。僕の今できることは、元気になった自分がしっかりピッチでサッカーをやりながら、やっぱり皆さんに勇気と元気を与えることだというふうに思っているので、しっかりコンディション整えて最高のパフォーマンスを発揮できるように準備していきたいと思いますので、引き続き、自分もそうですけどヴィッセル神戸も応援していただけると、すごくありがたいです。僕らも何か今だけではなく、これからも、皆さんの何か力になれるようなことを、考えてやっていきたいなというふうに思いますので、まだまだ安心っていう言葉ができる、ほど状況が良くなったわけではないと思いますけれども、本当にこれからも一緒に僕らはサッカーで、皆様は現場でっていうところで頑張っていきたいというふうに思うので、これからも一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。失礼します。